セゴビアは、スペインカスティーリアイレオン州セゴビア県のムニシピオ、セゴビア県の県都である。マドリードからは8 7トル、バリアドリッドからは1 1 1トルの位置にある。セゴビアには、古代から人が住んでおり、現在のアルカサルの位置には、ケルト人の城があった。ローマ時代には、クルニアの行政区に属していた。ローマ時代には、セゴア、イスラム支配期には、 シクビアーと呼ばれたが、この名前はおそらくケルト語で、鳥出を意味する。11世紀、カスティーリアをアルフォンソ6世がトレドを征服した後、アルフォンソ6世の娘婿ライムンドは、セゴビアに、司教座を創建し、キリスト教徒を植民させた。12世紀には、内乱が起きたが、異木のルート上にあったため、羊毛や毛織物の取引が発展した。中世の終わりにセゴビアは、 最盛期を迎えた。ゴシック様式の建築物が建てられ、アルフォンソ10世はアルカサルを王室の宮殿に変えた。1474年12月13日にイサベル1世はセゴビアでカスティーラ王位に就いた。1520年のコムネーロスの反乱では、セゴビアは毛織物産業が盛んな諸都市とともに反乱に加わった。反乱の敗北にもかかわらず、 経済的な発展は続き、1594年には2万7千人の人口を数えた。その後はカスティーリアの諸都市と同様に衰退し、1694年に人口は8千人に減少した。18世紀には毛織物産業の再興が図られ、カルロス3世の時代に王立羊毛工場が建てられたが失敗に終わった。19世紀から20世紀前半には、 経済が活性化し人口が回復した。セゴビアは首都マドリードから日帰りで行ける観光地として人気がある。旧市街は長く狭い高台の上に壮大に一致している。大聖堂、古代ローマの水道橋、ディズニー映画の名作、白雪姫の城のモデルとなった古城などの名所があり、眼下には田舎の景色が広がっている。セゴビア旧市街と水道橋として、 観光名所が世界遺産に登録されている。1985年、セゴビア旧市街と水道橋はユネスコの世界遺産に登録された。保存状態の良い水道橋とアルカサル、セゴビア大聖堂が評価されている。ありがとうございます。